お疲れ様でした。ありがとうございました。スピードレースだなっていう感じでしたけど、どうでしたか今日のレースは。やっぱりね、強い自力が揃ったんでね、ああいうレースになるっていうのはある程度想定できましたけど、まあ、新田はね、まくれないぐらいのスピードなんで相当すごいスピードでしたね。作戦は前受けからでしたけど、どういった作戦だったんですか。まあ、後ろから抑えて一度足使ってね、他の選手がどう出るかっていうのを見るっていうよりも前で、主導権を握った方がいいかなっていうことで前からになりましたね。一度下げて新田選手まくりに、後ろいます、はい、まくりに行けましたけど、ついててちょっとこれは厳しいなっていう感じがあったんですか。いや、スピード良かったんでね、いけるかなと思ったんだけど、やっぱり森田がうまくタイミング取ってて、それと合ってしまった感じですよね。あとちょっと山賀のことを迂回して外行ったのが少し、初速ロスしたのかなって感じはしますね、はい。それは何味ですか。これはチョコレートです。チョコレート美味しいですか。これはね、美味しいですよ。まあ味は関係ないんですよね。美味しくなくても効果があった方がいいんで、なるべく人工甘味料が入ってないものを選んでます。なるほど、はい、健康マニアなんで、はい、確かにいつもストイックにやってますので、はい。まあ、最後の直線中割っていけそうだなっていう勢いがあったんですけど、足の調子良さそうですよね。まあ、自分的には余裕は多少ありますね。まあ、スピードこう新田のダッシュだったりとか流れの中で多少削られている中では、削られるとして削られてはいるんですけど、まあ、最後こうもう一度踏める足はあるんで、調子自体は悪くないのかなと思っています。まあ、昨日と今日新田選手に久しぶりについてレースでしたけど、どうですか感想は。やっぱり新田っていうのはね、そのレースの中で走る前から、いや、その前日から本当にこうドキドキさせてくれるというか、どんだけスピードを出してくれるのかなっていうふうに楽しみもありつつ恐怖を与えてくれる選手なんで、やっぱりこうやって新田と走ることによって普段からの過ごし方だったりとか、トレーニングに打ち込み方っていうところにこう刺激が入ったかなと思います。ちょっとまだまだこれだけ練習してきたんだからちぎれるはずがないよ、新田思いっきり踏んでいいぞって言えるぐらい、やっぱり練習しなくちゃいけないなっていうふうな気持ちになってます。じゃあまた明日も終わったらどんどん。そうですね、まあ、明日とりあえず決勝ですから、しっかり全て出し切ってね、まあ、夜のウェイトトレーニングができないぐらい足を全部出し切れればいいかなと思ってます。この後まだ12レースありますけど、ちょっと北日本勢はもういないとは思うんですけど、まあ、ちょっとねメンバー見てどういう風にするか、しっかりコメントを考えたいなと思ってます。本は読み切りましたか。ちょっとまだ3分の1ぐらい、ちょっとね、進み悪いです。進みがちょっと悪いです、ね、ちょっといろいろこうお話ししたりとかね読書に集中できないね今回ね。なるほど、はい。まあでもなかなかいいですよ。バス移動なんで今回ね、朝ゆっくりできないっていうのもあるし、はい、やっぱり朝7時に起きて移動してきて、こっちでいろいろやったりとかしなくちゃいけないんで、ちょっと読書の時間ないわあんまり。なるほど、はい。でもいろんなちょっとお話できるっていうのはまたそれはそれでいいことですね。まあそうですね、新田久しぶりに帰ってきたし、いろいろとこう情報交換じゃないけど話はできてますね、はい。わかりました。じゃあ決勝に向けて意気込みをよろしくお願いします。限界気のせいだよ。